治った？最近電波が悪くてね。最近電波が悪くて帰ってきました。やばい、暑すぎる、本当に暑い暑い。治った？ただいま。よかった。なんか電波が悪くてたまにねホーム画面に返されちゃうことがあって、ごめんね。治ってよかった。あっちゅい、ここに置こうか。櫛を隠しておいたのだ。それではね、そろそろ次の曲に行きたいんですけど、私はお着替えをしなきゃいけませんそう、洋服チェンジ。なんかユニットは1曲だけだけど服を変えるってイメージがあるから、スクショタイムいいよ。でもね、ちょっと汗もすごいんですけど、ごめんね。こんなに暑いと思ってなくて、もう素晴らしく汗を珍しくかいてます。どうしたらいいかわかんない。ちょっと近すぎると顔がね、めっちゃ光っちゃうから、ちょっと離れて。じゃーん。いい感じでしょうか。楽しんでいただけてますでしょうか皆さん思ったよりスカート、あ、ちょっと踊ってたらね、ここがゆるゆるになってきちゃった。そう、結構こんな感じのスカートです。あ、入れちゃう、記念写真。はい、ファンの人と一緒に撮ってる時の姿、客席バックうちはでかく、客席バック、そう、客席バックのやつ。髪が、気分を味わえてます。僕がお、じゃあ私はそろそろ着替えチェンジに1曲のユニットのチェンジをしてくるんですけれども、その間は無言なので、なんか話しといてなんか話しといてくれると嬉しいな。髪が跳ねとる。行ってきます。
ではさらばです。ただいま。バンされてない？大丈夫？あ、バンされてないね。あ、バンされてなかった。よかった。あの、私オレンジジュース持ってきました。ファスナーを上げる音聞こえた？それは次に、僕リップここに隠さなかったっけ？あと、ここ隠し場のもの。はい、続きまして花柄のワンピース。一回のあれです、音がね聞こえるとは思いませんでした、ファスナー。ハチ本当ありがとう。春っぽい、確かに春っぽい。メイク直し。ではね、一曲ユニット曲の このままデートしちゃいますか。それではユニットの時間です。それではどうぞ。いちごバナナアーポーと目が合ってピンときたのよ、恋が始まるってだよね。今までとはどこか違うよ、胸がキュンキュンするのだよ。この曲、
アボカドじゃねえしを聞いていただきました。ありがとうございます。あ、メイク、あ、マイクはあのこの曲はあのヘッドセットで前やったからマイクなしでやりました。両手振りでやったので前この曲は1回しか披露してなかったのでちょっとおうち公演でも1人にはなっちゃうけどおうち公演だとやってみました。そう、一緒にサーヤンと一緒にやった曲すごいもう一回やりたいなって思ったので選びました。ちょっとなんかね春っぽいくて明るい感じの服にしました。ラストコンサート確かにこれ見たかった。そのイラスコンも来れなかった方もいらっしゃったと思うし、ありがとう。明日アボカドになってもいい？本当にアボカドになってもいいの？本当に？衣装着て踊るとこ見たかったそう、またぜひやりたいですね。頑張ってください。頑張りますこの後一応着替える予定だったけどどうしようかな。結構な曲の数があるんですよね。今あと半分感じ。 MC タイム、そう、ちょっと MC タイム、ちょっとおうち公演なのでちょっとゆったりとお話ししてる衣装チェンジはねあと1着ある。アボカド苦手だけど食べれそう。ほんと？じゃああと1着着替えてきまーすあと1着MC のお題？ MC のお題はうーん、あ、そう、昨日書いてたあのパネル用のサインなんですけど今日事務所に届きに行ったんですよそしたらあの届けに行って帰ろうとしてたちょっと私アニメイトに寄っててアニメイトにいたらマネージャーさんから5枚抜かってるよって連絡が来てまた事務所に行って書きに行ったもうあのね確認しないとダメでしょって言われましたそういやちゃんと今日はね終わらせてきましたよ。アニメイトではアニメイトはスパイファミリーを見に行ったんですけどアーニャが人気すぎてあんまりなくてそのなんか何が出るかわかんないやつを引いてアーニャは当たんなかったけどどのキャラも好きだから嬉しかったあとあのクリアファイルスパイファミリーのガチャガチャやってたからそれをやりました。それだけそれだけワクワク
それでは着替えてきます。バイバーイ。オッケーじゃなかった。はい。ここのボタンが全然オッケーじゃなかった。私は。ただいまです。このボタンがオッケーじゃなかった。ちょっと手こずっちゃって遅くなりました。ただいま。はい、セーラー服です。最後。よいしょ。セーラー服です。OK。じゃーん。そう。スクショしたい。OK。ちょっと待って、髪を。良い。さすが現役。そう、最後なので、私最後は最後っていうか、3年生なので、そう、最後はね、制服にしました。まあ一回お話し会でも来たんですけど、それでは次の曲に行きましょうか。靴下が見えない。靴下、これモフモフ。それではやっていきたいと思います。よいしょ。読み込みが面白い。 Wi-Fi を抜けたら
緑で。これはちょっと下をこうして。OK。いきまーす。いきまーす。次の曲。ごめんね、ちょっと自分の歌以外のところ間違えちゃった。歌詞を。ではいきます。やがて必ず届くこと、海流は知っていたんだ。大切なことを忘れる。花に熱く語り合った日々を色褪せてるのさ。欲しい穏やかになる。僕は今負けそうだ。自分の強さに心折れそう。夢を霞に入れて海に流せばかまうから、いつかはちゃんと自分のことに帰るように。何が
遠く眺めて長いもついたため息優しい手たちは七つの海越えた彼方にあるのか。どこかへ向かう虹は君より捨てて欲しいで当たり前のその基地に僕と僕夢はもっとの流れで沈んでしまったりしないか。想像すると時々不安にもなるけど、きっと未来は思うよりいい方へと流れてる。できない理由ばかり考えていないで、なくてもできない日々思い出すんだよ。冬を受け数え縁の長さを知る。何かを手に入れるのにそんな簡単なわけない。捨て場とするでしょうがないよ。やるだけやったら今の自分にできること教えられた気がするよ。どんな結果が運ぶこうと変わらないし、余罪の中であの海流が夢を届けると信じながら、夢をガラス瓶に入れて海に流せば叶うかな。いつかちゃんと自分の元に帰るように波が少しずつ運んで地球一周できるかも。願いの強さとは巡り巡った距離、遠いあの頃祈りさえ閉じ込めた純粋な気持ち。続きましての曲ちょっと息を整えて次に行きます。神曲。そう、では次の曲に行きたいと思います。Bye.
張れ。そう、スカートふわってする。スカートの中は見えてもいいやつなのでご安心よ。しっかりと。ではね。安心しました。安心してください。あの2個履いてるんで見えてもいいやつを。あの安心を。じゃあ。あと1曲最後に歌っていきたいと思います。完璧な装備でございますね。しっかりと。そこは1個で公演の時も2個やっけ、2個にしましたよ。ちゃんと安全です。分かったって。ちょっとさっきから親のなんかお知らせが来た。そう、では最後に一個歌っていきたいと思います。それでは聴いてください。捨て打ちの声。ごめんね。優しく